新潟ロッツは、新潟県新潟市中央区の FM ラジオ、新潟本社社屋内にある、ライブイベントスペース。新潟ロッツという表記も使用される。同市や地を2丁目の番内、指定第二駐車場ビル1階にあった FM 新潟、本社が2003年5月19日、現在地の幸い西4丁目に移転した。本社社屋内に設けられた、イベントスペースは、新潟ロッツと命名され、 翌6月にオープンした。ロッツでは、FM2 型主催のイベントや公開録音はもとより、音楽や漫才などのライブが行われている。特に音楽においては、ロックやポップをはじめ、ビジュアル系、ヒップホップなど幅広いジャンルのライブが行われている。アリーナのキャパシティは700人で、ステージとアリーナの距離が近いため、アーティストを身近に感じられるライブスペースとして、 高評価を得ている。新潟県新潟市中央区幸い西4丁目3番5号、FM ラジオ、新潟内 FM 新潟の敷地内には、ロッツ来場者向けの専用駐車場が設けられていない。このため同社とイベント主催者は、自家用車の場合は、モズ指定内の駐車場を利用するよう案内している。ほか、来場の際にはできるだけ、公共交通を利用するよう呼びかけている。なお、 漫才指定からは徒歩10分弱。イベントによっては、モズ指定駐車場の割引券の発行も行っているが、割引券発行の対象となるのは、第二駐車場の利用者のみであるため注意。ありがとうございます。